2021年のラストゲームは見事2対0で大分を下し、3大会ぶり8度目の優勝を果たしました。やりました。もう痺れましたね。浦和の選手も大分の選手も決勝にふさわしい試合を繰り広げてくれました。試合は立ち上がりから得意のパスワークでレッツが相手を翻弄し、前半6分、関根選手が得意のドリブルで相手を引きつけ、クロスに江坂選手が合わせて先制点をもぎ取りました。レッツはこのまま逃げ切りを図るべく、72分に宇賀神選手、83分に牧野選手を投入し守備を固めます。そしてこのまま試合終了かと思われた90分、大分の下田選手のクロスボールをペレイラ選手がうまく合わせ、準決勝の川崎戦のように終了間際で同点に追いつかれました。誰もが延長突入に頭をよぎらせたアディショナルタイム93分、最後の最後にドラマが待っていました。コーナーキックのボールを相手ゴールキーパーが弾き、高く上がったボールを柴田選手が逆足でうまく合わせ、最後に牧野選手がヘディングで軌道を変えたボールはそのままゴールに吸い込まれました。この大事な場面で今シーズンでチームを去る牧野選手がゴールを決めて喜びを爆発させている姿に涙が止まりませんでした。これが決勝ゴールとなり、見事アジアの切符をつかみ取りました。送り出される選手と送り出す選手の優勝に対する思いが全員から感じられ、優勝にふさわしいチームだと思います。準決勝は宇賀神選手、決勝は牧野選手と、チームを去る選手たちが最高のお気に入りを残してくれたことが本当にかっこよくって、さすが浦和の男だなと感じさせられました。来シーズンはこの選手たちがいないことを考えるととても複雑な思いはありますが、レッツを去る選手たちに恥じないためにも彼らの分まで全力で戦い、アジアの頂点を掴み取りましょう。今日の動画はこれでおしまいです。We are Let's! おめでとう。